明日行われます都道府県対抗女子駅伝各チームの区間エントリーが発表されましたので今回は優勝候補大本命となっております東京都代表の区間オーダーを見ていきたいと思います個人的には万全なオーダーが組めたのではないかなというふうに思いますしかなり強力なチームとなっていると思います高校生の戦力力関係を見ると他のチームの方が強いんじゃないかと言われているんですけれども高校生もね え普通に強い実績を引っさげてエントリーしてきましたので、まあ、そのそあたりもお話ししていきたいと思いますまずは1区6キロ区間に積水化学の木村選手がエントリーされましたアンカーにはチームメイト偉大な任谷ひとみ選手が控える中で1区にも力のある木村選手を起用してきた固めてきたということでかなり強いんじゃないかなと個人的には思っております木村選手の状態は気にはなるんですけれども 調子が悪ければこれだけのメンバーがいますので走ることはないと思いますし木村選手が走るからには大きく遅れるイメージはないのかなと思っています 5000m の自己ベストも15分02秒という国内トップクラスの力のある木村選手スピードもありますし力強い走りが持ち味、まあ、1区であればしっかり集団層で固めた走りができるのではないかなと無難に繋いでくるだろうと個人的には思っております。 2区は4キロ区間日本体育大学4年生の穂坂春子選手がエントリーされました富士山女子駅伝7区で区間2位ということで結果を残して都道府県対抗女子駅伝にやってきた穂坂選手もともと 1500m の選手で全国大会のタイトルも取っている学生トップクラスの中距離ランナーでもありますが大学4年生のラストイヤーは長い距離も走ってまいりました 5000m でも結果を残してきているということで、まあ、4キロという距離は 中距離のスピードも活かせることはできますし、今シーズン長い距離に取り組んできた、走ってきたスタミナも活かせるということで、まあ、非常に保坂選手の良さが光る区間でもあるのかなというふうに思います。アンカーに新谷仁美選手が控えているということもありますので、しっかり1区、2区で勝負してくると、前半から東京都代表が主導権を握れる形になるのかなと思っています。区区は中学生区間 3キロはト、えー、選手がエントリーされました全中 1,500m8 位入賞のスピードランナー東日本女子駅でも3キロ区間を走りまして区間2位と結果を残しまして東京都代表の優勝に大きく貢献した選手ですまだ中学3年生ですけれどももっとね、えー、1年生2年生の時から全国トップクラス大きい舞台をたくさん経験してきましたから明日は間違いなくいい位置でたすきをもらうことが かなりの確率で濃厚なのかなと思いますので勢いをつける走りに期待したいと思います4区は4記録間名城大学4年生の増淵優香選手富士山女子駅伝6区で区間新記録をマークして状態を上げてきて都道府県対抗女子駅伝に挑みます前々回大会の富士山女子駅伝4区で、えー、区間賞を取りましたが強い風だったり上りは強い選手です この京都の 4, 4区の4キロ区間というのは、まあ、上り基調になってくるんですけれども、まあ、増渕選手は、ね、10km 長い距離までしっかり走れる選手ですから、えー、スタミナは全く問題ないのかなというふうに思います中距離的なスピードというよりは、まあ、5000m までしっかり走れるようなトータルでまとめるようなタイプの選手だと思いますので、まあ、あのガツガツ攻めるというよりはしっかりまとめる走りができるのかなというふうに思います今大会増淵選手は 東京都代表のキャプテンにも選ばれております名城大学ではこの1年間キャプテンとして良、まあ、いいことも悪いこともたくさん経験してきたと思います全日本はキャプテンながら走ることができずに最後の全日本を終えましたただ富士山女子駅伝ではその借りを返して、えー、見事優勝を果たしたということで増淵選手まあ、ちょっとずつ状態は上がってきていると思いますから明日の4区上り基調ぴったりの区間なのかなと攻めの走りに期待しております そして5区は4 1 0 7 5キロ高校生のうす井選手がエントリーされました東京都高校駅伝1区で区間賞のうす井選手は東京都高校駅伝1区6キロ1 9分40秒で走れてますから全く問題ないのかなと距離的な部分は全く問題ないと思いますし、まあ、東京都のエース区間の1区で区間賞を取ってますから東京都のトップクラスの選手の一人でもあると思います、まあ、20分切れれば まあ、ある程度走れてる選手だと思いますのでそういった意味では、えー、全く4.1075キロという距離問題ないのかなというふうに思います、まあ、いい位置で前半4区間がね、えー、もう本当に全国クラスの選手だと思いますからいい流れを、ね、途切れさせないような攻めの走りに期待したいと思います6区は4.0875キロ区間で鈴木選手がエントリーされましたインターハイ 3000m 決勝に進出しまして14位ということで 3000m の自己ベストも9分12秒、まあ、普通に強いですね、えー、5000m も経験しておりまして16分台前半で走っている選手ということで、まあ、3000m の記録だけ見ればインターハイで決勝残っているだけあるなと思いますし、えー、全国トップクラスのこの世代トップクラスのランナーの一人なのかなというふうに思いますあとはなんといっても鈴木選手昨年もこの6区を走りまして区間3番で結果を残している選手ということで、まあ、しっかり、ね、戦ってくれるんじゃないかなと。 いうふうに思いますし経験も活かせるそして、えー、普通にベースとなる走力もかなり高いものを持っていると思いますので鈴木選手の走りに期待しております7区は四キロ区間インデン選手がエントリーされました増淵選手保坂選手と同じ高校出身のインデン選手は全国高校駅伝アンカーの5区を走りまして区間八位と結果を残しました五キロ区間を十六分十三秒で走ってますまああのー 宮全国高校駅伝の、ね、アンカーで16分13秒、まあ、かなり強いと個人的には思ってますので、まあ、高校生が5区6区7区と連続して走るわけですけど普通に強いなと個人的には思ってますそして8区は3 k 間中学生の根本選手がエントリーされました 800m2 分14秒のスピードランナーですし、まあ、1500m ね4分30秒台ということで、まあ、普通に強いですね特に800よりのスピードランナーなのかなと思っておりますけれども 全国クラスのスピードを持っているとともに東日本女子駅伝は8区を走りまして3キロ9分43秒チームの優勝に大きく貢献もされましたから、まあ、この8区の3キロ根本選手スピードもありますのでどういう展開にもよりますけれども、まあ、突っ込んで走ることもできるし逃げる展開も想定して走れるのではないかなというふうに思います、まあ、東日本はかなり、ね、前を追い詰めるような走りもできましたから、まあ、そういった意味で 持ちタイム以上に3キロしっかり走れると思いますし中距離的なスピードというのは全国クラスなのかなというふうに思いますそして最終アンカーの9区は1 0キロ区間積水化学の新谷ひとみ選手がエントリーされました、まあ、マラソンで、ねえー、日本記録を狙ってるさなかではあると思いますけれどもただ新谷選手走るからには責任役割を全うするタイプの選手ですから、まあ、本当に職人肌だと思いますしスーパースターですよね えそんなスーパースター新谷選手が率いる東京都代表、まあ明日た優勝大本命かなと、個人的には思っております。宮城県代表もかなり強いかなと思いましたが、名城大学の米澤選手がエントリーから外れていますので、まあ、その分、他の区間がスライドしていくような形となりましたので、まあ、東京都の優勝がぐっと確率としては上がったのかなと思いますし、誰が見ても、本当にタレント揃いの東京都代表ですからね、中学生から高校生、大学生。 そして実業団選手まで、もう本当に知らない人はいないというか、すべてのカテゴリー、すべての世代で全国の選手を揃えてきた、並べてきた東京都代表、本当にオールスターみたいなね、えー、戦い方が見れるのかなというふうに思います。ぜひ明日、まあ優勝候補大本命と言われてますし、私も優勝予想と挙げさせていただ東京都代表、まあ、しっかりね戦ってくれるんじゃないかなということで、楽しみにしております。以上